ダメだな。あれから半月近くも経つのに。お？な、ごめん。ため息なんかついて。なあ、サイト。こんな時に、リーダーって何をしてやればいいのかな？ランディはもちろん、エリーやノエルも考え事をしているみたいだし、キーヤにも気を使わせてるみたいなんだよな。おう、ガルルルル。お？なんて言ってるんだ。ごめんな、こちらから振っといて。こういう時は理屈で考えるな。自分から動いて話してみるがいい。だそうです。ティオ。いい風ですね。せっかくのバカンスですし、晴れて本当に良かったです。そうだな。マリアベルさんに招待された時は何事かと思ったけど。何かの罠と思ったとか。未だにちょっと敵視されているみたいですし。実はちょっと思った。ごめんな、ティオも。帰ってきたばかりなのにこんな情けないところを見せて。無理もないと思います。目の前であれだけの人が亡くなったんですから、普通ならショックだと思います。いや、捜査官になった以上どこかで覚悟していたことだ。ヨアヒムの件もあったからなんとか慣れたつもりだったけど、捜査官としてもリーダーとしてもまだまだ覚悟が足りなかったみたいだ。はあ、慣れるというのは覚悟にあまり関係ないのでは？それを言うなら、私なんて覚悟完了していることになります。多分ランディさんの次くらいに人の死に慣れていますから。そうか。ですが、私がロイドさんより捜査官に向いているとはとても思えませんし、リーダーをやれるくらいの覚悟があるとも当然思いません。みんながロイドさんに求めているのは多分違うと思います。ティオ。そうだな、確かにそうかもしれない。受けたショックを覚悟の不足と取り違えて動けなくなってたみたいだ。なら、どうか動いてください。めったにない全員でのバカンス。みんなに楽しんでもらえるよう配慮するのは、リーダーの役目では？ああ、そうだな。お。サンキュー、ティオ。ちょっと、みんなと軽く話してくるよ。ええ、それがいいかと。でも、ああ、悪い悪い。お。子供扱いしたわけじゃなくて、感謝のつもりっていうか。いえ、気にしてません。その、むしろ、もう少し。何でもありません。早くみんなのところに行ってきてください。ああ。やあロイド、どうやらカツを入れてもらったみたいだね。まあね、ワジの方は結構平気みたいだな。いつも通りのクールさっていうか。まあ僕はそれが売りだから。それに今までにも理不尽な死に立ち会った経験がないわけじゃない。クロスビルに来る前だけど。そうなのか。って、ワジの口から初めて昔のことを聞いたな。クロスビルの出身じゃないのはなんとなく聞いてたけど。それは企業秘密かな。
でもスラムで暮らしてたこともあるよ。旧市街なんかよりもはるかに救われないようなゴミだめにさ。そうか、アルカンシェルのシュリも辺境のスラム出身らしいけど。ああ、ノーザンブリアの子だね。あそこはひどいからな。外で傭兵をしている連中の送金でなんとかここをしのいでるくらいだ。ああ、噂は聞いたけど。ってまるで言ったことがあるような口ぶりだな。さてね。平気そうって言ったけど、少しキレがないっていうか、何かあったのか。僕の方は別に、ただバイパーの方ではいろいろとあるみたいだね。バイパー、バルドたちのことか。まああんな別れ方だったから、さすがにちょっと気になるのさ。神秘的なカリスマが売りらしい、クールビューティーな僕でもね。自分で言うなって。でもバルドのことは俺も少し気になってたんだ。時間が空いている時にでもちょっと様子を見に行こうか。そうしてくれるとこちらも助かるかな。あ、ロイドさん。甲板に出ていたの？ああ、風に当たりにね。お邪魔だったかな。ううん、その通商会議の時の出来事について、それとディーター市長の提案について話してたんです。提案？国家として独立するってあれか。ええ、私にとってはちょっと人事ではないわね。まさかおじさまがあんなことを考えてたなんて。私もその正直人事じゃない感じです。警備隊の存続にも関わってくる話ですから。そうか、帝国と共和国はクロスベル警備隊の規模縮小を要求してきているんだよな。代わりに自分たちの軍隊をタングラム門とベルガード門に駐留させようっていう。どう考えてもクロスベルからさらなる富を吸い上げるために結託したとしか思えないわ。そしてあわよくばお互いの隙を狙って併合して果実を独り占めをする、その準備としか思えないもの。確かに。となると市長の提案はそれに対抗する案でもあるのか。ええ、国家として独立すれば今まで両国に押さえつけられていた警備隊の装備も充実できます。対人用の武装だけじゃなくて、他国の侵略を阻止するための戦車や軍用飛行艇なんかも。そんな風に考える自分がちょっと嫌になりますけど。ノエル。でもおじさまの提案が現実的かどうかと言われると、帝国と共和国からは早速否定的な声明が出されているわ。でもリベールやレミフェリア、アルテリア報告などは好意的に受け取る声明を出してくれて、正直もどかしい状況だわ。そうだな。今日招待してくれたマリアベルさんなんかはどう考えているんでしょう？どちらかというと彼女は今は IBC の運営の方に専念しているみたいね。今回の提案についてはそこまで関わっていないみたい。ですか。せっかくの機会だからお聞きしたいと思ったんですが。そうね、私もベルには聞きたいことが結構あるし。なあ二人とも、こういう時だからこそさ、目いっぱい楽しんでいかないか。え、うん、めったにない休暇でミシュラムのホテルに宿泊だぞ。しかもあのテーマパークで遊びたい放題だって言うし、さぞかし頭を空っぽにできるんじゃないかな。でもあんなことがあった後で。あんなことがあったからさ、この先
クロスベルの状況がどうなるかわからない。俺たちの仕事だって大変になる可能性が高いだろう。だからこそ、なんていうか、思い出が作りたいんだ。え？それって、え、なんでそこまで反応するんだ？あ、さすがに臭すぎたかな。臭すぎっていうか、エリーさん、わざとやってるんですか？うん、天然の可能性が高いわね。ロイド、その思い出っていうのは特定の誰かのことじゃないわよね。あ、もちろんそうだけど、みんなで休暇が取れるなんてめったにあることじゃないからな。課長には申し訳ないけどさ。はあ、そうですよね。それでこそロイドさんというか。あれ、ひょっとして俺さっきから外しまくってるか。みんな落ち込んでるみたいだから、少しでも元気づけようと。あ、あなたって本当に天然というか不器用というか。なんだか悩んでいたのがバカらしくなっちゃいましたね。悪かった。顔を洗って出直してくるよ。拗ねないの？ごめんなさい、私たちの方こそちょっと空気が読めていなかったわ。そうですね、やっぱりバカンスに行くなら目いっぱい楽しまないと。そっか、一応目的は果たせたかな。よー、ロイド、しかしマリアベルお嬢さんも随分太っ腹だよな。ミシュラムのリゾートホテルにテーマパークも遊びたい放題。どんな大盤振る舞いだっつーの？そうだな。なあロイド、勘違いさせてるみたいだから一つ言っとくぜ。え、テロリストどもが殺された件、身内があんなことをやったことに俺がショックを受けてると思ってんだ。それは、いや、ちょっと違うな。ランディは自分自身のことで何かを引きずっている気がする。おじさんたちのことはそこまでこだわってないんじゃないか。そっか、ダチがいたんだ。俺より一つ下で子犬みたいな目をしてた。多分団以外で初めて知り合ったダチと呼べるような存在が。いろいろあってそいつはいなくなって、やっぱりいろいろあって俺は団を抜けてさまよった。そしてクロスベルにたどり着いて警備隊に入ってお前たちと知り合って、だが俺は骨の髄まで折れてしかなかったみてえだ。え、おじきの言う通り、テロリストどもが殺された顛末は俺には珍しいもんじゃなかった。確かにあの程度の殲滅戦、戦場じゃ日常茶飯事だったからな。俺があの時切れたのは義憤に駆られてのことじゃねえ。テロリストどもを憐れんだからでも、おじきに怒りを覚えたからでもね。俺は2年経っても全く変わらない自分に、骨の髄まで良平でしかない自分に心底呆れちまっただけなんだ。それで八つ当たりみたいにつかみかかって殴り飛ばされた。そっか、確かにそれはカッコ悪いかもな。だろう。まったくクールな伊達男の俺様がなんつう無様な。でもさ、ちょっと嬉しいかな。あ？なんていうか、ランディって
いつも大人で余裕があるからこちらが頼ってばかりじゃないか。でもそうやって自分をさらけ出してくれると仲間としては少し嬉しいんだ。多分俺だけじゃなくて他のみんなも同じだと思う。それに骨の髄まで良兵だなんてただの思い込みじゃないのか。少なくとも俺はランディがミラのために戦争を受け負うのが好きなタイプには思えない。お調子者で夜遊びが好きで少し好戦的で熱くなりがちだけどちゃんと引き際もわきまえてる。そしていつも年下の俺たちをフォローしてくれる兄貴分、それが俺の知っているランディ・オルランドって男だ。だから少しくらいカッコ悪いところを見せたからって気にする必要はないさ。むしろその方が俺やエリーたちだって。分かった、皆まで言うな。どうやらお前のポテンシャルをまだ甘く見てたみてえだ。どんだけだよこの天然たらしは。て、天然たらし？よくわからないけどそこまで逆ギレされること言ったか。なあも映ってるのがバカバカしくなってきたぜ。こうなりゃとことんミシュラムを満喫してやる。テーマパークで遊びまくって夜は姉ちゃんをナンパするぞ。お前も付き合え、この弟野郎。了解っす。よくわからないけど元気出してくれたのかな。キア、ここにいたのか。あ、ライド。そろそろ到着かな。ああ、あと少しだよ。テーマパークもあるから着いたら目いっぱい遊ぼうな。うん。ごめんな、キア。最近ずっと寂しい思いをさせちゃってたみたいで。ううん、全然平気だよ。詳しくは知らないけどみんなが落ち込んでるのはなんとなく分かったから。キーヤの方こそみんなを元気づけてあげたかったのに結局何にもできなくって。あ、十分元気をもらってるよ。キーヤがそばにいてくれること、それがどれだけ俺たち全員に力と元気をくれていると思う？そうなの？本当にそうなのかな。なんか分かんなくなっちゃった。あ、でもみんなちょっと元気になったみたいだね。やっぱりロイドはすごいな。いや、俺のせいってわけじゃないと思うんだけど。でもせっかくだからみんなで目いっぱい楽しもう。テーマパークすごく楽しみにしてただろう。ん、金や観覧車に乗りたい。あとティオと一緒にミッシーにキックもしたいかな。ミッシーにキックって子供の間で流行ってるんだっけ。ティオはちょっと年齢制限に引っかかりそうだけど。そのあたりのマナーはわきまえているつもりですが。ティオ、それにみんな。あれ、どうしたの？お？なんとなくみんなで集まっちゃったというか。それにそろそろ到着するみたいだからね。ああ、そうか。綺麗ね。本日晴天、行楽日和ですね。よし、ガンガンテンション上がってきたぜ。
さてと、確かマリアベルさんが待っててくれてるんだっけ。ええ、9時半に待ち合わせだからちょうど時間のはずだけど。あ、来た来た。この声って、まさか。お姉ちゃん、皆さんおはようございます。キーヤちゃんもおはよう。おはよう。おお、フランちゃんかよ。どうしてここに。昨日会った時そんなこと言ってなかったじゃない。お姉ちゃんたちをびっくりさせたくって。それに特別ゲストは私だけじゃないよ。来たみたいね。よし、メンツも揃ったし今日は楽しめそうね。この声は。おあ、セシルだ。それにイリアさんたちまで。へえ、また綺麗どころが集まってるじゃないか。こんなことをしそうなのはベル、あなたね。正解ですわ。マリアベルさん、これは一体どういう。皆さんを招待したついでに、日頃仲がいいと聞いている方々もお呼びしたわけですわ。アルカンシェルの方々は来月始まるリニューアル公演の激励も兼ねていますけれど。弟くんたち、ヤッホー。どうもご無沙汰しています。なんで俺まで。なんて言ったらいいのか。セシルね、休暇取れたんだ。ええ、偶然取れたところにイリアから連絡があって、ドイドたちも来るというからお言葉に甘えちゃったの。迷惑じゃなかったかしら。いや、すごく嬉しいよ。うわあ、俺は夢でも見てんのか。セシルさんに、イリアさんに、綺麗どころがこんなにたくさん。ヒャッホー、テンションマックスだぜ。ランディさん、うざいです。ま、気持ちはわかるけどね。でも、ちょっと驚きました。ひょっとして泊まる場所も同じホテルに用意してくれたの。ええ、皆さんのお部屋はホテル3階のVIPフロアに用意しています。まずは部屋に案内しますから荷物を置いてくるといいでしょう。その後ミシュラムリゾートの新たな目玉に行かれるといいですわ。新たな目玉？テーマパークではなく。私も聞いてびっくりしちゃったんですけど。実はその新しい施設がオープンしたらしくって、昼まで貸し切り状態にしてくれるらしいのよね。ええ、ぜひとも皆さんで楽しんでもらいたいですわね。その施設というのは一体。内陸にあるクロスベルのためにわざわざ作り上げたパラダイス。美しきエルム湖を望む純白のレイクビーチですわ。ここが皆さんのお部屋ですわ。これはすごいな。
合成すぎんだろう。僕たちに合わせてベッドの数も調整してくれたみたいだね。高級ホテルならば当然のサービスですわ。まあこの部屋に関しては外からも鍵がかかるようにしておきたかったのですけど。それってそんな信用ないっすかね。心外だな。いくら僕たち以外は全員麗しい女性たちだからってさ。まあ和治さんに関してはなんとなく信用できそうですけど、ロイドさんとランディさんは正直信用しきれませんから。特にロイドさんは要注意危険人物ですし。え？どうせ君のことだから。ふと夜中にラウンジに出てみたら眠れない女の子がいて、それで話しているうちにいい雰囲気になりそうだよね。おお、いかにもありそうだな。ロイドさん、従業員用の仮眠室あたりに泊まっていただけるかしら。いや、ありませんから。ちなみに私はこの後取締役会がありますから一旦町へ戻りますけど、くれぐれも水着姿のエリーたちに劣情を催さないよう注意なさい。悪さをしたら保安部を呼んで湖の真ん中に叩き込みますわよ。だからしませんって。でもマリアベルさん、やっぱり相当お忙しいんですか。お父様があんなことを言い出してしまいましたから、さすがに IBC の業務を並行することが難しくなったようで、全て取締役会で引き取りました。当然私にもしわ寄せが回ってきてるわけですわ。そうですか、本当にお疲れ様です。ま、適当に息抜きもしてくださいよ。休息とストレス解消は美容と健康にもいいしね。お気遣い感謝しますわ。お伝えしたように湖水浴場の受付は1階アーケードの右翼方面にあります。そこで水着もレンタルできるので更衣室で着替えてくださいね。もちろん男子の方ですわよ。いや、念を押さなくても。とにかく了解っす。湖水浴場は皆さんのために昼まで貸し切りにしています。午後からはテーマパークで存分に楽しむといいでしょう。そちらは行ったことがある人も多いでしょうからお任せしますわ。それと夜は迎賓館の方にディナーの席を用意しています。清掃の必要はありませんから時間までに来てください。わかりました。至れり尽くせりで申し訳ないくらいだね。どういたしまして。良き滞在を、存分に羽を伸ばしてくださいね。なんだかんだ言ってすごく親切な人なんだよな。妙に敵視してくるのは勘弁してほしいけど。まあ運命と思って諦めろ。それじゃあ早速ビーチに行ってみるかね。そうだね。女性陣はどうしても準備に時間がかかるだろうし、先に行ってもいいんじゃない。そうだな。それじゃあ一応声をかけていくとするか。